最近まともになれないな、別に疲れのせいじゃないが、この世界かどうかわからぬ世界で評価ようがやるせない。はい、どうも、コタローコインのコタローです。普段のコーディネートやライフスタイルはこちらのインスタグラムにありますので、こちらのチェックをお願いします。ということで本日の動画はですね、また購入品の紹介になります。で、今回購入したものに関しては前にも一度ね紹介したブランドさんで、タイトブースさんで購入したアイテムになってます。ブランドの説明に関してはですね、前のこちらの動画を見ていただければ詳しく載ってるので、気になる方はこっちの動画もチェックしてみてください。まあ、早速ね、今回購入してきたものを紹介します。今回購入したのはこちら、じゃん、タイトブースのカノコ生地バンドカラーシャツですね。まあ、アイテムとしてはですね、秋服にはなるんですけど、今若干肌寒い日っていうのがね続いてて、ちょっと厚手のものが欲しいなと思って、今回はこちらのカノコ生地のアイテムを購入しました。で、まあ俺としてはね、結構初めての試みで、バンドカラーシャツ、まあノーカラーシャツみたいな感じで、まあ襟元がですね、こんな感じに丸みを帯びてて、あとはボタンでね、こういう風に構成されているバンドカラーシャツなんですけど、まあカラーがね、2色展開で、もう1色がベージュと、あとはこのブラックだったんですが、金額はね16,000円プラスタックスっていう感じだったんですけど、まあそこまで高くはないかなってイメージです。まあタイトブースのアイテムに関しては、福沢諭吉のコラージュのオープンカラーシャツと、まああとね、さっき言ってた動画のショーツですね、まあその2点を持っていたんですけど、とにかくタイトブースのアイテムがめちゃくちゃかっけえなと思って、まあ普通に探してたらね、このアイテム見つけたんですけど、もうサイズ掛けがねだいぶ出てきちゃってるのと、まあさっき言ってたね、その若干秋向けの洋服っていうことでね、今そこまで購買欲が高まるっていう人もいないと思うんですけど、まあ俺的にね、これさっき一回着てみたんですけど、めちゃくちゃ良かったんですよ。俺がね、こう今まで紹介してきたアイテムでシルエットシルエットって出てきてたんですけど、まあ僕好みのシルエットってだけかもしれないんですけど、めちゃくちゃイケてるなって個人的に思ってます。ちなみにサイズは L サイズで着用しているんですが、着丈はそこまで長くなくて、アームのゆとりであったりとか、身幅の広さであったりとか、まあ今トレンドのね、オーバーサイズっていうのを意識した着方ができるかなって思います。この手のトップって結構シルエットとしてはボックスだったりが多いんですけど、こちらのアイテムはですね、後ろ部分が若干長めに作られていて、フロントの部分がねちょっと短いようなアシンメトリーのようなシルエットになってます。あとは左の裾部分にはですね、こういう風なタイトブースのロゴが一つあります。で、袖部分のリブがですね、かなりしっかり締まっているので、さっきも言ってた通り、アームのゆとりだったりとか遊びっていうのがしっかりできるようになってます。まあタイトブースって結構そのチンアイテムというか、まあ結構ねその珍しいアイテムっていうのがめちゃくちゃ多いんですよ。まあ、福沢諭吉のねコラージュシャツもそうだし、あとは V ネックのトレーナーで襟がついてるようなねアイテムもリリースしてたりするんですけど、まあ、今回のねこちらのアイテムに関しては結構プレーンというか、まあ、そこまで奇抜っていう感じのアイテムじゃないので、結構意識するのってサイズ感かなって思うんですけど、まあ、サイズ感としてはですね、ちょっと1個小さめにっていうよりは逆に1個大きめに着るのがおすすめです。まあ、後ほどね着画を見ればわかると思うんですが、しっかりとしたリブの締まりだったりとか、襟部分の締まり具合だったりもねしっかりしているので、まあ、サイズを小さくしてそのゆとりをあんまり見せられないような着方よりは、まあ、ワンサイズアップしてゆとりをしっかり見せられるような着方の方が個人的にはいいかなって思います。まあ、今見てもらってたのはフロントなんですけど、バックの部分はこんな感じですね。まあ、実際ねどんなアイテムかっていうよりは、実際着てみてどんな感じになるかっていうのがね多分気になる方多いと思うので、実際に着用していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。金を稼ぎまくり、やストリップで金ばらまく毎日。GTA ファイヤー、GTA ファイヤー、プレイ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 、またも遊んでるゲンゲン。わからないことは友達に聞けばいい。いらない奴はすぐに殺せばいい。俺は俺、そして君は君。やゲームの中なら好きにすればいい。Fly。Fly, プランツでフライ天にも昇る俺の状態やすぐに着替えて遊びに行こうや車は乱暴で遊びに行こうまだどこかで誰かの噂話金のことであいつは揉めてるらしいけど関係ないやゲームの中楽しむモードやいやいやいや遊んでる今日もゲームの中楽しむモードすでに日本気モード車で飛ばすや100キロオーバー誰にも抜けやしないさあやあや遊んでる今日もゲームの中楽しむモードすでに本気モード車で飛ばすや100キロオーバー誰にも抜けやしない
してプレイナープレイナー。はい、いかがでしたでしょうか。まあね、最初にも言ってたんですけど、その春夏でのおすすめじゃなくて若干秋寄りのアイテムなんですけど、まあ春だったりもね、まあ5月とかまでぐらいだったら着れるかなって思うので、まあちょっとね、気になった方に関しては概要欄にねリンク貼っておきますので、そこから飛んでみてください。まあね、僕自身もねバンドカラーシャツって結構初めてだったので、どんな感じなのかなって思ってたんですけど、実際着てみるとね、めちゃくちゃ体に馴染んでフィットするような感じだったので、着心地もめちゃくちゃいいし、まあ今回のアイテムに関しては肌触りもめちゃくちゃいいので、まあ、皆様にねそういった意味でおすすめさせていただきたいと思いました。はい、ということで本日の動画はここら辺にて終わりにしたいと思います。本日の動画が良かったと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。